はい、皆さんこんにちは。では今回はアルモーというですね、アメリカの数学コンテストの問題から、持ってきました。このアルモーの説明ちょっとしておきたいと思うんですけど、これは、アメリカンリジョンズマスマティックスリーグというもので、個人で、問題解いたりもするんですけど、まあ、チーム戦とかもあってですね、まあ、チームで協力して問題解いたりだとか、あとはリレー方式で、最初の人が問題解いて、その答えを2番目の人に伝えて、その 2番目の人はその答えがないと問題解けないようになってるんですね。でそれを元に問題解いて、で出した答えを3番目の人に伝えてってことで、リレー方式でやっていくんですね。だからまあ最初の人が問題ミスると、地獄なんですけど、まあ、そういったような、試験だったりするそうです。今回はこのアルモーの中から、まあ高校の数学2の範囲でね、解ける、対数の問題ということで選んできました。まあ、このような形になっていて、まあ、ログがたくさんあるわけですけど、まあ、XYZ をかけたものが2の何とか乗で書くことができるので、この K を計算してくださいっていう問題になります。で、今回ですね、ちょっとログの使う性質だけ書いて、まあ、これはちょっと証明なしでもどんどん使っていこうと思うんですけど、ログについては、こういうですね、2つのログがあったときに、一本化できると。2つのログの足し算は1つのログに一本化できるという性質があります。これは指数法則で、そのかけた時にね、これとこれかけた時に、まあ、足し算になりますよっていう性質から導くことができます。でもう1つの、今回使う性質として、定の変換公式というものがあります。ログ A の M というのを、これをですね、まあ、ちょっと形式的に定の方を下に下ろしてきて、進数上に持ってきて、こちらに新しい定をセットするというような方式ですね。もちろんこの A、M、B っていうのはもちろんある制限がもちろんあるんですけどね、負の数はダメとか1はダメとかね、そういう制限はあるんですけども、まあその制限の下で、まあ、自由にね、B を好きなものに取り替えていいというような、こういう公式があります。まあ、これについても、分母を払った式を証明すればいいっていうようなことに、お話を置き換えてですね、何とか倍が何とか乗になるとかっていう性質を使うとか、ログのね、定義に立ち返ればこちらもね、証明することができるんですけど、まあ、今回はちょっとこれ証明なしでね、使っていきたいと思います。で、じゃあこちらを今回使っていいというふうにするとですね、今回まずこちらですね、ログが全部こう散らばっているんですけれども、最終的には XYZ これかけた形のものが知りたいということなので、まずこれ全部一旦足しましょうか。全部足しちゃえば、ログね、一本化することできますから、なんか XYZ がまとまって嬉しいかなっていう感じです。ということで全部足しちゃいましょう。123ってあるんですけど、1番2番3番の式を全部足してあげると、こちらが縦に足すと、まあ、定がね、揃っておりますから、一本化できるわけです。ということで一本化するとログ4の XYZ で、こちらも全部足すと、ログ8で揃ってますから、ログ8の、XYZ で、まあ、2回ずつ登場してます。 XYZ2 回ずつ登場してますから、これ2乗ですね。でこれ全部足しますから、6足す5で11という形です。で、今回こちらの2乗は、まあ、2倍にすることができます。すいません、これ先ほどちょっと言ってなかったんですけど、ごめんなさい、ログの性質でもう1個書いておきましょうか。ログの A の M の形状は、まあ、K を前に出すことできますよという、こちらですね。すいません、先ほど書き忘れました。はい。そしたらですね、定の変換公式ということで、今回これ4と8でちょっと定がバラバラなのでやりづらいので、ここで定の変換公式使いましょう。ログログと書いて、新しい定をね、2にしましょう。まあ、今回4とか8っていうのは2の親戚です。2の何とか乗で書くことできますから、両方ともね、定を2にちょっと変えましょう。これ定の変換公式で、こんな形になって、でこちら側もですね、定の変換公式で、2にしましょう。新しい定を2にして、こちらが8、こちらが XYZ、こんな形ですね。これが11ですよと。で、このそれぞれ分母については、こちらは、2のログ2の4っていうのは、これ4っていうのが2の2乗ですから、これ2になります。今何やったかっていうと、ログ2の4っていうのが、
ログ2の2の2乗ってことで、これ2が揃ってますから、こちら側がそのままポンと出てくるっていう形ですね。でこちらについては、8っていうのが2の3乗ですから、これ3になりますよっていうことですね。はい、っていうようなことで、これ計算進めると、まず最初が、2分の1、ログ2の XYZ で、2番目が、3分の2、ログ2の XYZ で、これが11ですよと。そうするとこの2分の1と、3分の2ですね、2分の1と3分の2、これまとめてしまうと、6分の、3たす4で7ですね。ってことでまとめると、6分の7、ログ2の XYZ、 これが11ですよということで、結局ログ2の XYZ でこれひっくり返して7分の6を分、両方かけて、7分の66というふうになります。はい、そうするとこれをね、ログを使わずに書くと、2をこれ乗すると XYZ ですよってことになりますから、これで2を7分の66乗すると XYZ ですよってことですので、まあ、今回ね XYZ を2の何とか乗で表した時の K を求めなさいっていうことですから、今回求める K としては、これ7分の66だってことになります。はい、ということでですね、今回は、この数学コンテストの問題から持ってきたんですけれども、まあ、基本的にそのログの性質を、まあ素直に使っていけば解ける問題ということになりました。ログは、ね、同じ定の時は足した時に、こう掛け算でね、一本化できるっていうこと、でそれから定の変換公式で、新しいね、こう定に取り替えることができるっていう公式、まあ、それから途中でちょいちょい使いましたが、形状は形倍になるっていう公式ですね。まあ、こういった公式を、まあ、うまく使っ組み合わせて、XYZ の値を求めることができました。このログのね、性質の証明とかについては、以前私の動画でやっておりますので、まあ、もし興味ある方はそちらご覧になってください。今回はちょっとこちらの証明とかはしておりませんが、ただ使うだけの、計算、動画になりましたけれども、証明の動画とかもですね、以前出しておりますので、まあ、よかったらそちらも、合わせてご覧ください。はい、ということで今回ログの性質を使った計算問題ということで扱っていきました。今回はここまでです。ありがとうございました。